よろしくお願いいたします。ただいまから南部町共同芸能保存会によります芸の祭典、大変長らくお待たせいたしました。さあじっくりとご覧いただきましょう。南部共同芸能保存会でございます。まずトップバッターは南部ジンクでございます。踊り手は松村さやかさん、鴨川健人さん、松村玲奈さん、村井理香さん、白鳥翔也さん、松原玲奈さんですね。6名に踊っていただきます。南部ジンク、さあ行ってみよう。
くさんのご声援本当にありがとうございます。南部ジンクでございました。はい、プログラム2番に入らせていただきます。はい、伴奏は CD でございますので、はいはい、大量歌い込みですよ。来ました来ました、エンヤードットエンヤードットね、はい、やってまいりました。はい、お願いいたします。大量歌い込み、はい、坂上瀬名さん、手松美紀子さん、はい、佐々木美紀さんね、竹畑美和さん、中村ココハさん、坂上ゆき、松島のさよなら、何時ほどの寺もない人へ、石の巻さよ、その名も高い日よりやまどへ、申し上げます。坂上瀬名さん、手町ゆのさん、佐々木美久さん、掛畑由良さん、中村ココハさん、坂上ゆきくんね、はい、6名に踊っていただきました。はい、大量歌い込みでした。決まったね。はい、プログラム3番でございます。外山節、岩手県の民謡でございますね。外山節を加藤豊二さん、岩間めぐみさんの三味線伴奏に乗せまして、
夏堀徳康さんが太鼓を叩きます。さあそれでは聞いていただきましょう。外山節さんね、はい、外山節を歌っていただきました。さあプログラム4番でございます。南部馬方三三年でございます。夏坂みのりさん中学1年生、橋本そらさん小学校6年生、小山田ゆいなさん小学校5年生、田村乙女さん小学校5年生、顔森田ゆずさん小学校4年生ね。はい、以上5名に踊っていただきます。南部馬方三三狩り。
た三下がりでございました。はい、たくさんのご声援ね、本当にありがとうございます。いただきましょう。ありがとうございます。それではプログラム5番でございます。津軽ジョンカラ節を奥瀬由依さん、大久保愛さん、佐々木ひとみさんで、ね、3名に踊っていただきます。歌い手は久保美幸さん、三味線伴奏赤坂勉さん、愛子松井正さんでお届けいたします。津軽ジョンカラ節の手踊りでございました。え、はい、はい、プログラム6番に入らせていただきます。南部磯節でございます。踊ってくださる方は篠辺さゆりさん、篠辺ゆきなさん、2名に踊っていただきます。伴奏は CD でございます。
ただいまは南部磯節でございました。しのけさゆりさんはね、あのこっち向かって右側になりますけども、しのけさゆりさんは青森県手踊り明治に輝いた方でございます。で、しのけゆきなさんは妹でございます。これからの明治を目指して頑張っております。さあ、ここで今度は民謡でございます。早川清さんに津軽アイアブシを歌っていただきます。早川清さんでございます。はい、thank you.
大魔王早川清さんね、熱唱でございましたね。津軽アイアムシお届けいたしました。プログラム今度は8番でございます。南部米付踊りでございます。坂本里乃さん、鴨川ゆりなさん、 松原ゆなさん、島内里奈さん、白鳥咲さん、松村ゆりやさんね、6名に踊っていただきます。はい、南部米付踊りです。にぎやかに参りましょう。ありがとうございます。はい、お花、本当にたくさんのご声ありがとうございます。ただいまは、松井雅史さんの歌声に乗せまして、南部米付踊りを踊っていただきました。本当にたくさんのご声ありがとうございます。プログラム9番南部ジンクでございます。はい、はい、南部ジンクでございます。坂上美沙さん、出町由衣さん、中村日和さん、舞田莉子さん、細越玲奈さんでございます。はい、5名に踊っていただきます。歌い手は早川清さん、三味線伴奏久保一茂さん、太鼓松井正史さんでお届けいたします。南部人口
はい、全部いただきましょうね。ありがとうございます。はい、本当に大変ありがとうございます。さあ、それでは花笠月夜を踊っていただきます。田中椿さん、長和中学校2年生でございます。佐々木七海さん、県吉小学校3年生でございます。山本夏目さん、那久井小学校2年生でございます。はい、3名に踊っていただきます。いただきます。花笠月夜。お花いただきましょうね。はい、はい、田中さんね。はい、田中椿さんでございました。はい、はい、今度は、プログラム11番でございます。福島県民謡から新相馬節を歌っていただきます。松井正史さんでございます。三味線伴奏は赤坂勉さんでございます。はい、
懐かしや、なんだこらよと、あーちゃん、いちゃい。さんでございました。新相馬節を歌っていただきました。さあ続けてまいります。今度は、三橋一也さんがね歌いました古城を踊っていただきます。坂上舞さん、栗上恵里子さん、奥瀬愛さん、はい、坂上舞さん、栗山恵里子さん、奥瀬愛さん、夏風騒ぐ、
い間は古城を襲っていただきました。さあ今度は北海たらずり歌でございます。はい、高橋静子さんね、久保文さん、西村彩子さん、山道陽子さん、工藤真知さんで5名に踊っていただきます。北海たらずり歌ね、ご覧いただきましょう。釣り歌を、高橋静子さん、ね、久保文さん、西村彩子さん、山道陽子さん、工藤真知さんね、5名に踊っていただきました。はい、伴奏は CD でございました。プログラムにはないんですけども、私歌います、中村和夫です。今まで司会やってきましたけども、曲目は
男の三節聞いていただきます。参ります。
あそこだよ。はい、ここでプログラム14番でございます。南部都ドイツを愛野智美さん、沼畑由紀子さん、和田恵里さんね、3名に踊っていただきます。はい、南部都ドイツ。Oh,
都ドイツでございました。はい、プログラム15番に入らせていただきます。南部新潟節でございます。川森田鈴奈さん、高校3年生でございます。山本名乗さん、高校3年生でございます。川森田しずくさん、高校1年生でございます。あ、山本名乗さんは高校2年生ですね。はい、高校生でございます。3名に踊っていただきます。南部新潟節。
唱、ね、高校生3名に踊っていただきました。たくさんのご声本当にありがとうございます。今度はプログラム16番でございます。本日の芸能祭典の最後の演目でございます。ここで民謡を歌っていただきます。青森県民謡座久保美幸さんの登場でございます。はい、北海道の民謡から道南口説き、はい、三味線伴奏久保一重さん、太鼓松井正史さん、はい、久保美幸さんでございます。皆さんこんにちは。コロナであまり遠くには出かけられませんけれども、あの歌で北海道松前にお連れしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとアクシデントがございました。はい、はい、みゆきさんは、何年度のチャンピオンですか？60代になります、はい、6年ぐらい前です。何年前ですか？6年ですかね。6年前、はい、ね、久保みゆきさんでございます。はい、三味線伴奏改めてご紹介いたします。Oh,
今の久保美由紀さんのね東南口説きをもちまして、本日の南部町共同芸能保存会の、芸能祭典取りさせていただきます。本当にありがとうございました。はい、たくさんのご声本当にありがとうございます。南部町郷土芸能保存会の皆様ありがとうございました。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。以上で南部町春祭り1日目の日程を終了させていただきます。